で、まあ一旦ちょっとアイキャドベースで考えたとして、ツリービューのどこにこの購入品をぶら下げるか問題っていうのがあって、まあボルトもそうなんですけど、これがね、未だにね、どうしたらいいのかが自分ちょっと悩んでるところではあります。製作品の中に、まあボルト類とか購入品をぶら下げるやり方と、あとね、もう一個が購入品っていう塊を作ってそこに入れる。普段やってるのはこの製作品の中にぶら下げちゃう感じですかね。001っていう製作品の中に六角穴付きボルト M5 があって、でこれの、まあ、M6 があって、あと後入れナットですね、後入れナットが今入ってるっていうやり方で、これメリットがパーツの移動が楽なんですよ。これ、まあ、どういうことかっていうと、これを例えば右に5ミリ移動させることになりましたってなった時に、この001をクリックして、まあ、5ミリ移動させますやったら、これボルトとかも全部一緒にくっついて移動してくれるんですよ。ただ例えば最近流行りのメビーってあるじゃないですか、あれを使おうとすると、じゃあアップロードする CAD データどうなりますかって、このボルトと購入品のくっついた CAD ファイルをアップロードすることになるので、どうするってなるんですよね。これ非表示とかにしたら、表示にしてメビーでアップロードしたらどうなるんですかね、これ。はい、まあこれメビーの画面ですけど、あ、これ、あ、なんか消えてる、あ、消えてますね。非表示にしたらいけるのかな、非表示にしたらいけるかもしんない。これめっちゃ楽なんですよ。これで、あ、まあ材料、まあ SPCC でいいやっつって、でこれで見積もり条件確定って押すと、もうこれで見積もり取れちゃうんですよ。加工業者さんにいちいちこれで見積もりお願いしますって図面メールで送ってとかやんなくていいんですよ。もうこれアップロードしたら、はい、終わりなんですよ。ちなみに、じゃあ表示させたやバージョンでやってみましょうか。あ、でもこれで分解してくれるんですね、こうやって。へえ、パーツごとに分解してくれますね、これ。さすがにボルト類はエラーだ。じゃあこれで次へって押したら、ああ、いけましたね。で見積もり確定、ああいけましたね。ああ、なるほど。あ、じゃあいけるんだな。ってことでメビー問題は解決しそうですね。大丈夫そうでした。ありがとうございます。